BMX パフォーマーのゆえです。今回の企画は質問コーナーを受け付けたいと思います。質問コーナーの受付期間は1月19日日曜日までとしたいと思います。質問はこの動画のコメント欄に書いていただけると全部答えていきます。普段 BMX パフォーマーゆえに聞いてみたかったことや、あのやってほしい技とかも全部あの言われたら、僕ができる範囲やったら全部やります。なので質問してみたかったことを何でも聞いてください。あとついでに今回夏モデルの BBY の T シャツが発売されました。でこのロゴ、まあ、これ僕がデザインしたロゴなんですけど、あのこの自転車のロゴにもちゃんと意味があります。まあ、2年前全身10箇所の骨折と、あとくも膜下出血でこの目と手足の神経麻痺であのすっごい大怪我をした時に、あの入院してる間にあの、まあ、目のリハビリとして目もあの動かなくてちゃんと見えなかったので、片目で目のリハビリとしてこのロゴをデザインしました。でこのロゴはこうやって BMX の形になってるんですけど、実はここが Y でこれが U でここ Y で A であとはこれは僕のロゴなんですけど、こうやって僕の名前で出来上がった自転車です。なんかうまいこと BMX の形になって、なんか自分でもめちゃくちゃ傑作やと思ってます。あとこっち側にも僕のロゴの刺繍が入ってます。そしてあのこれもこっちも全部刺繍で作ってます。あとはカバンとキャップも出てるので、あの色もキャップはグレーブラックとワインレッド、あとカバンは大と小、あと T シャツはネイビーと白と黒とグレーがあります。全部サイズも大人から子供まで、本当に小さい子までもう全サイズあるので、ぜひ買っていただける方は僕のインスタ、フェイスブック、ツイッターのスタッフアカウントに DM していただけると、買っていただいた方のところに送ります。そして先着順になるんですけど、まあ、なくなり次第終了なんですけど、シャークの非売品のオリジナルタオルをプレゼントします。あの本当に先着順なんで、なくなり次第終了です。あと2点以上お買い上げいただいた方には1500円の本革手作りオリジナルキーホルダーをプレゼントします。本革手作りキーホルダーはあの僕が本当に1からあの半からこう川にこうやって売っていって作ったキーホルダーなん で、あと本革なんで結構使ってるうちにすごい味が出てきます。結構いい感じのキーホルダーです。よかったらぜひそれもゲットしてください。注文お待ちしてます。そして質問コーナーも締め切りは1月19日までなので、どんどんコメント欄に質問してきてください。そしてこれからも BMX のめちゃくちゃ分かりやすいハウツーや面白い動画をどんどん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。